はい、姫路のヒデピーと、はい、今日は僕たちはですね、徒歩の方に来ています。はい、なんで僕たちがここに来ているかというと、なんとあの姫路のアーティスト17番地の、ケンジさんのお父さんがですね、徒歩のアグロでね、野菜を出してるそうなんで、マーチャンファームって言うらしいんですよ、ね、で、その17番地のあやちゃんがそのマーチャンファームのイラストを担当してて、なんかシールとかも作ってあるみたいなんで、それもね、ちょっと見に行ってみたいと思います。うん、タホリのアゴロね、それではレッツゴー。はい、アグロに着きました。じゃあ中ちょっと入ってみたいと思います。あ、見つけた。おー、うわ、マーチャンファーム。トマトルやってよ、これ。これ普通やな。両方買う？じゃあこれも買って。あ、こっちにもあるで。うわ、ほんまや。キュウリ。おー、すごい、まっすぐやな。うん、大きいな。あ、あったあった。これね、結構僕はここでよく買っておいて、美味しいでーす、はい、おー、ちょっと鳥取のスイカやだってよ。あ、美味しそうやな。買う？だから起きれないからね。はい、今アグロから帰ってきました。まーちゃんファームのキュウリとナス、ふわとろのナス、インゲン、買いましたんで、今から料理をしたいと思います。このナスとこの一本のきゅうりはぬか漬けにしたいと思います。さっきがちょっと料理に変えてみたいと思います。はい、それまで溶き飛ばしパ。はい、はい、ミーヒーで、二人でね、ケンジさんのお父さんが作ったこの野菜ですね、はい、先ほどアグロ畑でね、買ったこのね、きゅうり、ナス、インゲンを使った、料理を、作りました。こんなにできました。たくさんできたね。見てくださった皆さん、どうもありがとうございました。いつもありがとうございます。はい、はい、またね、次は何の旅になるか、兵庫県の丸々町の旅したり、まあ、料理したりと、何とるか分からんけど、またお会いしましょう。はい、最後は17番地の歌で終わりたいと思います。では、どうぞ。帰りを待つよ、願うと憎い
この日を待ってたよ。ちょっと寂しいけどね、君も仲間に入れてあげるよ。幸せの中叶わないはずのない、ずっと一緒の先へ行こう。